久保建英さん、ドイツ戦わずか15分の出場でこのスタッツ。久保建英のスタッツ、出場時間15分で、2アシスト、ドリブル成功1回、チャンスメイク数2回、デュエル勝利2回、ボールリカバリー1回、タックル成功1回。建英、15分で2アシストだから、フル出場なら12アシストだったな。うん、そうだそうだ。15分でドイツ相手にこれするのも早飯入ってるんよ。さすが開幕4試合マンオブザマッチの神。後半から久保出せるのどんな強豪国だよ。ラリーがクオリティ。これでスタメンになれないのガチ？これが控えなのやばいやろ。三笘、久保、伊東純也、鎌田、森田、遠藤と豊富な中盤でどうやって起用するか贅沢な悩みやね。圧巻すぎるけど、かといって伊東もしっかり1ゴール1アシストしてんのマジで誰をスタメンで使えばいいの。伊藤も素晴らしかったけど次は竹をスタメンから見たい。最高、こんな見込んだ野郎を見られる日が来るなんて、起きてみてよかった。チャンネル登録してくれるとめっちゃ嬉しいです。これからも頑張って動画制作していきますので、ぜひよろしくお願いいたします。本当、お願いいたします。